はい、今回は前回の動画の続きで、このじゃんレゴミニフィギュアーズ13シリーズを開封してみたいと思います。前回はこのギャラクシートルーパーが出ました。果たして今回は何が出るんでしょうか。イージプト、エジプトのなんかじゃないか。これは何でしょうね。エジプトの戦士かな。胴体のパーツが裏と表で同じですね。デザインの使い回しですか。この盾、きっとフリーメイソンの仕業ですね。これは、ね、ピラミッドと丸、絶対フリーメイソンの仕業だ。まさかね、レゴにまでフリーメイソンの魔の手が迫っていたとは。いや、恐るべきフリーメイソン。よいしょ。今回は2袋とも戦士でしたね。戦う人。ピシ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 。レゴミニフィギュアーズシリーズ13は全部で16種類、ね、どのフィギュアも魅力的だな。この宇宙人が欲しいかな。この宇宙人か民皇帝かホットドッグ野郎が欲しいですかね。次は。それじゃあ皆さん、バイバイ。